トルのやり方だけど、ここは両端が地下だから端から端へ用意どん、具合悪いの。七条まで指示速度、地上に出たら制限解除でバトル開始。何やってんだお前ら。先に京橋に飛び込んだ方が勝ちってことで。どう？いいですけど。それじゃあ始めましょうか。ゆっくり出るから慌てないでついてきて。七条の出発信号を過ぎたら全開走行に突入するから。乗せられてるだけだ。短い区間に細かいコンボとプラインがぎっしりだ。これじゃジェットコースターと同じだぜ。自分でリズム作れないから怖えのなんのって。ここで離れたら絶対追いつけない。集中力を減らしたら民家に飛び込んで解体べきだ。なかなかやるじゃない。波の走り屋じゃないの。食いついてくる。そうでなくちゃ先の楽しみがなくなるわ。どこまでついてこれるかしら。まだまだこんなもんじゃないよ。私たちの本気は。今評判の宝塚戦の2000系だね。そう簡単にちぎらせてくれない。これから右肩に左肩の京阪本線のコーナーの恐ろしさ。マコにここまで食いついてくるとはやるわね。さすがレッドサンズの高橋涼介に勝っただけのことはある。食いつかれてる。私乗れてない。さゆき、そんなことない。マコの調子はいいよ。
ちの走りに余裕はない。私らの方が速い。あんたが後ろ気にするのやめな。リズムが乱れるからね。後ろの動きは私がバッチリチェック入れてるから。いくら2000が速くてもここは私らのホームコース。林間までに決着つけてやろうじゃん。フランジ乗り上げた。クソったれ、飲まされてたまるか。心臓が縮み上がるような瞬間をいくつも飲み込みながら走り屋は成長していくもんだ。並外れた集中力と天性のセンス、鍛え込まれたドライビングテクニック、そして何よりも俺の手で熟成された足回りの完璧な仕上がりがあれば負けやしねえだろ。ここのリズムが分かってきた。いや、次の茅島から復々戦が始まる。2000は確実に差を詰めてきている。絶好調のマフに初めて走るコースで食いつくどころか確実に追い上げてきている。アベレージに上がる復々戦に飛び込んだらあいつはもっと攻め込んでくる。このバトル勝てない。さゆき、さゆきったらどうしたのよ。さゆき、人間 CDC が黙り込んだら負けちゃうよ。そうだね、私らの手に負える相手じゃなかったんだ。とんでもない化け物にバトルを挑んでしまった。この勝負、私らに勝ち目はないよ。さゆきの分。そんな弱気なさゆきは嫌いだよ。2000がすごいのは初めから分かってることじゃない。何をおじけついちゃって。そんなの最低だよ。今のさゆきはキャッチレイを押し返す。あんた下ろした機関車よ。引っ張られてるだけの貨物と同じだよ。キャッチレとまで言われて黙ってられないね。行くわよマコ、血抜きで攻めなさい。低速の血なんか見れたらぶっ飛ばすわよ。オッケー、そうこなくっちゃ。見たいよなマコとサユキのドリフト。大和田の S 字は最高の見せ場だもんな。お、何か来るぞ。誰だろう。グリーンの8000系。マコとサユキか。もう一列車いるぞ。高マーク出してるぜ。バトルやってんのか。制限なし、
派手に行こうよ。ドン。やべえぜ、マコと同じ速度で突っ込むなんて。クソ度胸だけでクリアできるほど甘いコーナーじゃねえぞ。クリアしやがった。信じられねえ、マコとサユキに一歩も引いてねえぜ。そうこなくちゃつまんないわ。まだまだ、こんなもんじゃないからね。またペースが上がってきてる。これ以上いったら車の限界超えちまう。ダメかな。2000がすっと離れた。ついてこない。しまった、ここは流しちゃダメ。森口市駅は島式ホームよ。ねえ、立て直せない。2000の進路を塞ぐ。最悪。鮮やか。すごいね、あいつ。あたしらの乾杯だね。どんな気分？負けたけど、すごい充実感あるよ。思い出せたよ。走り始めたばっかりの頃の、あのワクワクする感じ。夢中で夜が明けるまで走り続けた。あの頃と同じ、すごくピュアな気持ち。最後は限界超えちゃったけど、今までで一番の走りだったよ。だから認めてあげるよ、マコ。これからのことは、あんたの好きにしていいよ。ところでさ、みんなでプール行かない？たくみくんも一緒にさ。ジーザス。ヒロパー。三段抜きだ。僕らが左手で書かれても気になりませんね。たくみくん、あっちでお姉さんと遊びましょう。祝特急電車。どこにだよ。こんなつがもう、さゆきったら。大丈夫だよ、今の匠なら象が踏んでも壊れないから。すみません、止めてきます。ああ、ん、何かな、これ。写真。ヒロパー。勝てない、いろんな意味で。お召し列車でここまでやるか。帰ろうぜ、たくみ。何やってんのかな。ヒロパー。